7月21日火曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田工事の、オッケー、工事アップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。さあ、土曜牛の日の今日ですけれども、<お>あのー、今日のですね、夕方のこのナイターのカードを、はい、みんなのプロ野球ということで、えー、リスナーの投票で決めようという企画、あの、昨日のね、番組の中でご紹介しまして、はいえー、私とですね、 そして昨日のコメンテーターは、えー、須田新一郎さんでしたけれどもまあ2人してですね分かってんだろうなと、えー、皆まで言わない分かってんだろうなとう圧力かけまくりでしたね最後の最後まで最後の最後までね <laughs> 最後の最後までこう須田さんがにらみを利かせていったというですねえー、えー、まああのー、6試合当然ねセ・パー両リーグでカード が予定されてるんですが当然ここは阪神・広島だろうなということでですね、えー、その投票の結果が出まして先ほど朝5時に解禁となりました、えー、昨日のですね夜7時にすでに投票は締め切られておりましてそこから集計をしたんですがいやそうは言ってもね これはあのー、まあ、巨人戦だろうと。うん、まあ関東の放送局だしさ、という。<ー>まあ、まあ、僕もあの、ね、言いながらですね。やっぱあのー、まあ、そうは言っても、マジョリティは巨人だろうよと。うんうん、まあ、長場の諦め気味だったわけなんですけれども、はい、集計の結果が出てまいりました。はい、集計の結果、第1位は、DNA 対ヤクルト戦。<ー>選挙率34.1%。 ということでですねえ、今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、得票数ナンバーワンの横浜スタジアム DNA 対ヤクルト戦、大谷明彦さんの解説、実況日本放送、荒川雄二アナウンサーでお送りするということに相成りました。はい え2位に中日巨人戦で21.5%。で、3位がですね、西武ロッテ戦15.4%。あれおかしいな、ねえぞ。4位、楽天対オリックス10.5%。5位、ソフトバンク対日本ハム9.5%。なんと、阪神対広島ですね、最下位の9.0%と。えへへへ。いかに我々がですね、暴走していたかということがよくわかるんですけれども。おかしいだろ、これ。阪神、広島、甲子園球場だよ。 <laughs> 本当にこれいよいよ貯金ができるかっていうこの阪神よりもまあわかるんですよ。D N A とヤクルト今年面白い面白いですね。またさよく映っちゃない D N A もさねヤクルトもここんとこ調子良かったしあそう考えるとですねなんかでも西ーロッテがさこの際に入ってくれたりとか野球好きな人が気に入ってくれてんだなっていうのがよくわかる感じがしてねそうですねえ,ーえーということで D N A とヤクルト戦今日の夕方五時三十分からぜひお聴いただければと思いますちなみに。 に新井川アナウンサー東野さんは急遽本番ということで、ね、大丈夫でしょうか <laughs> というようなことも入ってきております、はい、さあ,あ長官各種入ってまいりましたえ GoTo キャンペーンのキャンセル料保証へというところを一面に持ってきているのが3市であります朝日毎日それから産経とえ朝日新聞 GoTo キャンセル料保証へ 東京の除外に伴ってですね、まあ、旅行をキャンセルしたという方のキャンセル料を保証するということを決めましたもともとは保証しないというふうに表明したんですけれども与野党から批判が相次いで方針転換と。 えー、東京除外政府批判受け一点とおいうことが出てきております、えー、毎日新聞も GoTo 解約料保証批判受け政府転換今日発表、えー、産経新聞 GoTo 解約料保証10月以降1週間の予約10日以降1週間の予約、えー、政府方針転換と、えー、これまた転換したら転換したで批判が出てたりなんかもするんですけれども <laughs> まあいいように治っていけばそれはいいんじゃない ないかなと思います。 えー、読売新聞は特定災害、半壊も補助と、あのー、7月の豪雨ですけれども全壊の,の家屋は補助対象になっているんですが半壊は、えー、なかなか補助対象になっていなかったそれを拡大するという方針が出てきております、えー、それから東京新聞在日米軍のコロナ感染者数政府把握も公表せずというものが出ています。あのアメリカ政府のの方針で、えー、速報性の観点から公表を差し控えていると、まあ舞台を 運用に影響を及ぼす恐れがあるということだそうですけれども、まあ、ただこれ、あのちゃんと感染症対策をしているぞとかっていうのを。 きちんと示さないとこれ受け入れ国としては、えー、不安を覚えると特にこれだけピリピリしている時期ということもあるのでこれあの対応間違うとそれこそ在日米軍が日本にいるというところの、ねえー、まあ抑止力とかそういういうメリットの部分はあるんだけれどもそれをこう疑わせるようなことになってしまっては、えー、こう日米同盟、ひいては東アジアの安定にも資さないということもあるので日本も言うべきところは言っておくべきなんじゃないかというふうふに個人的には思います。 それから、日本経済新聞は社長100人アンケート、回復までコロナからですね、経済の回復まで2年以上かかるんじゃないかという人が過半数を占めたということを一面トップに載せております。一面ご紹介いたしました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さんです。取り上げるニュース、まずは GoTo キャンペーンのキャンセル料保証について、それから新型コロナワクチン確保に向け弁護士チーム発足へというニュース。まあこれをきっかけにですね、今のコロナの現状どうなっているかというあたり、この専門家会議分科会のメンバーの川崎市健康安全研究所岡部所長に電話をつ 内で解説をいただこうと思っておりますそれから自民党の石破茂氏が今年秋の解散・総選挙について否定的な見方を示すというニュースさらに箱根登山鉄道はあさってから全線で営業再開そして中国の海洋調査船沖ノ鳥島周辺で10日連続活動をしているというニュースも取り上げますメーールツイッターこちらです。 メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は番組オリジナルアルミブランケットを3人の方にプレゼントしますいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています さあ、ここが気になるです。えー、各紙ですね、国際面に乗、まあ、っていたりしますけれども、えー、香港で、えー、立法会の選挙というものの届け出が始まりました。で、まああのー、民主派の人たちも含めて、まあ、あの届出はあの立候補の届け出はしてるんですけれども、その時にですね、えー、国家安全維持法も含めて、えー、の、 制約書を書かされるというのがあって、まあこれを書く書かないみたいなところも、まあ問題になっていたりなんかもするんですけれども、まあ民主派でずっとあの雨傘運動の時から、まあ当時はまだ高校生だったはずですけれども、やっている、えー、高司法、ジョシュアウォンという方、まあこの人ね、えー、結構有名な人ですけれども、もう立候補の届け出をしたと。で、届け出の前にですね、えー、記者会見をしたようなんですけれども、えー 国安法により資格が認められないだけでなく、えー、中国の刑務所に送られて終身刑となる可能性も指摘して、えー、立候補することで、えー、香港人は共産党政権の抑圧に降伏しないことを世界に知ってもらいたいというふうに表明をしております。 あの、一部にはですね、まあ、この、まあ、ジョシュア・ウォンさんとか、あるいは、あの、一緒にやっていた、あ方には、えー、アグネス・チョウさん、シュウテイさんなどがいらっしゃいます。まあ、日本語もできるし、えー、シュウテイさんはですね、まあ、ツイッターなんかも、確か6月30日で全部止まってるはずなんですけど、ツイッターもやっていたので、えー、えー、まあ、かなりね、日本に向けてもいろいろ発信していて、そして日本で、まあ、あの、主に、 受け入れる方々がですね、まあ、あのー、どちらかというと、こう、リベラルサイドの方々、リケミン人であるとかの、まあ、議員さんなんかが多かったので、まあ、あの、日本の右派という人たちの中には、えー、このジョシア・ウォンであったりとか、アグネス長に対して、えー、結構批判的な、えー、人もいらっしゃるんですけれども、まあ、ただですね、えー、た、若干23歳の人が、これだけの覚悟を持って、そして終身刑になる可能性まで指摘しながら、それでも立候補すると、それによって、 でえー、抑圧に降伏しないことを世界に知ってもらいたいんだというふうに言っているこれをこうねあの支え なきゃいけないだろうというふうに、ええー、個人的には思います。まあ、これ、あの、新聞によって報道の仕方が少し違っていて、毎日新聞などですね、見出しの立て方が、ええー、民主派も分裂みたいなことで書いてます。その、署名を、制約書に対して署名するかしないかで、ええー、あの、言われているんだみたいな書き方をしてるんですが、ええー、このジョシアン氏はですね、あの、こうも言っているんです。これ、読め売だけが報じていたように、僕には見えたんですけれども、あの、 署名するしないで、えー、分裂しているかのように、えー、報じる、あるいはあのそういった批判合戦をするというのは良くないと、民主は民主派で一つの塊としてきちんと動かなきゃいけないというふうに指摘をしていて、いや、これまさにその通りだし、そんな細かいところで、えー、仲間割れをしているようなですね、イメージの 見出しが立つっていうのはこれ、実は香港の中の中、まあ中国寄りの人たちであるとかあるいは中方共産党側が言っていることがまさにそれなので、えーえー、見出しの取り方1つとってもどちら寄りなのかっていうのがこれ、えー、如実にわかるなということがあ思えます、えー。気になるニュースご紹介いたたししました あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、まあ。ニュースについても様々ご意見をいただいております、えー。こちらはですね、レイちゃんさん。えー、毎回毎回、えー、これコロナのですね、えー、発表のメディアへの疑問ということでいただいたんですが、メールです。えー、なぜ毎回感染者数のみを報道するのか、ナンセンスだと思います。えー、何人検査して、その結果何人感染者が出たのか、パーセントを出すべきなんじゃないか。で、何人重症者が出たか、何人死亡者が出たのか。 累計の回復者数を総感染者数から引いて現在の総感染者数を報道すべきじゃないかと思います。えー、いたずらに煽ったり恐れたり間違った誘導をすべきじゃないと、えー、事実を報道すればいいんだというふうにもいただきました。まあ、あのー、本当ね、えー、特に東京都なんかが 典型例なんですけれども、あの、最初に昼頃にですね、まあ数字が、えー、今日の感染者数みたいなのがざっくりと出てきて、まあそれでこう大騒ぎをするっていうのを毎日毎日繰り返していてよくわきないなと私なんか思うんですけれども、まあそれよりは、あの、きちんとまとまったところで数字を出すというのを、まあ、戸側もやりゃいいのにと思うんですけど、どうしてあんなにこうリークで、えー、記者を操作するようなことをするんだろうなということは一つ思います。 さあ、次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ますあの、野球の中継をですね、はい、毎日やってますが、ええ、あの、今日のですね、中継カードを、うん、おーネットで投票で、リスナー投票で決めてみようというのがあってですね、ええ、こういう巨人戦が来るんだろうなと思ってたら、はいはいええ 一位が DNA 対ヤクルト戦だったんですよ。あ,あ、そうなの？うどうしてかしら？ねえ、どうしてかしらなんて言ったら両方のファンの方に申し訳ないですけど。いやいやいやあ、でもやっぱりあれかな首都圏のっていうことが関係あるんですかね？かね東京と横浜のチームですからね。うん、そうそうそう,そう,うであとはまあ今 DNA もね結構映し調子いいし、うん、そうそうねというようなところなのか。 という、ところです今日ジャイアンツは中日との試合と名古屋ドームということでこの試合の様子も随時お伝えしながら今日は d n a 対ヤクルト戦の中継と阪神対広島最下位だったんですどういうことだと。言葉が出まなんと申し上げていいか。 ここではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします 7月21日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです GoTo キャンペーンの東京発着のキャンセル料を保証へ政府は明日からスタートする観光支援事業 GoTo ト,トラベルの対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を保証する方針を固めました えー、保証を認める範囲や支給方法を国土交通省が調整をして今日赤羽大臣が会見をする予定ということです、あのー、これはですね、ちょっとこう比較の対象がおかしいかもしれないけれども。うん これその新型コロナウイルスが最初に入ってきたときに危機管理ってことあるじゃないですか防疫、うんうん、つまり防ぐ疫病ですね、はい、そういう危機管理的なやり方の時は最初に大きく、うんまあ、ぶち上げてしまって、はい、だんだん縮めていくと網を大きくかけて小さくしていくっていうのはこれありなんですけどうん、うん、こういうそのキャンペーンとかプロモーションとかいうのは最初に大きくアドバルーンを上げておいて、うん、<laughs> やっぱりこれもだめあれもだめていうのは一番ダメだめなやり方なんですよね。みんな 期待しちゃいますからね。そうなんです。それでね、やっぱり今一番考えなきゃいけないのは、もちろんこれは旅行業界だけじゃないけれども。うんはい、要するに、この後、秋以降ね、うん、余計にその企業いろいろ厳しくなってくるわけですよね。はい。そうすると、まあ、巷の景気っていうのも、どんどん悪くなっていく可能性がありますね。うん、その時に、何が、まあ、まずは大事かっていうと、気持ちを必要以上に。絞ませないってことですよ。うん、もちろん、その仕事を失う人がいる、ビジネスを失う人がいるわけだけど、はい、まあ、なんとか。 こうまあそこそこ普通に生きてますよという人がいるじゃないですか。うん、その人たちまでも全部このマインドが縮小しちゃうというのはまずいんで、はい、こういうキャンペーンのやり方は最もまずいやり方なんですよね。で、私はそのどうしてこうなっちゃうのかなっていうことをこういろいろ考えてるんですけれども、はい、やっぱりねひとえにこの最初のね要するにそのさっき言った危機管理の段階から方針っていうか哲学が見えないことが問題だと思う。う どういうことかっていうとね、例えば今ですね、はい、台湾なんかは、まあ、結構国内旅行をみんなしてるんですよ。ああ、もうすでに。それはどうしたかっていうと、はい、もちろん、その、さい、あの、普通の時に比べたら、もちろん少ないですよ。えー、それどうしてかっていうと、抑え込んじゃってるからね、もう、えー、完全に。コロナを。 コロナをでその抑え込んでるというのは、うんはい、要するに、その中国人を入れてなかったということがあるわけですよ。いち早く止めました、ねえー、いち早く止めたのと、高か不高か去年の段階から、ですね中国がその旅行者を台湾に対する、まあ、意地悪で止めてたっていうのがあるわけです、はい、これが功を奏したんです、逆に言うとね。えー、でももまあそういうういい事情ととかく、うん、抑ええ込んだと同時に全部終ててるっていうのが あの一番の問題なんあ,<ー>あの一番のポイントなんですよ。要するにその感染,感染者を全部トレースできてるってことです。はい、感染経路が全部わかってるってことなんですよね。はい、ほぼ全部ね。うそうすると、まあ今後も含めてどっかで出たらまた同じようにそれを徹底して追っかけて潰していくってことができるけど、はい、日本の場合。 ふわっと収まってきたなっていう感じでしかなかったでしょ。うで、感染経路をじゃあ徹底しておうかっていうとそういうわけでもないわけじゃないですか。これが一番問題なんですよね。ですからあのー、まあ今日先ほど発表になってましたけれども、8月1日から大規模イベントを その五千人って言ってた上限制限を緩和すると言ってたのをやはりまた見直すって言ってますよね。うこういうのも結構は悪手なんですけれども悪い手っていうことなんだけどああ広げると思ってたのは広がらない。うん、私はねやはりその一つの対策としては、はい、さっきあの番えっ、ー、となんかこの私が出る前の時間帯にうん、うん、東京ドームが。はい 東京ドームアラートっていうのをやるって言ってるじゃないですか、えーえー、そうですね、うん、でこれはね東京ドームのような大規模施設だと自分のところでその開発した、はい、まあアプリかなんかでやるんでしょうけれどもね、うんうん、これに近い選択肢を、えー もっとと増やすべきだと思う,うあの国が発表したココアというものじゃないですか、はい、あれがやっぱりあんまり使われてないやっぱり使い勝手の点でいろいろちょっと問題点がある、はい、これ例えば改善するそしてさまざまな施設にやっぱり全部う、まあ、そういったアプリでですね、はいえー、終えると。 いう状況でそれはね、うん、個人情報をできるだけプロテクトしながら、はい、例えばそのスマートフォンとか、まあ、携帯電話とかですねそういうものの個体で全部追っかけられるということにするそうすれば国内での人の移動というのを、はい、まあ徐々にですけれどもね、えー、あの広げていくことはできるし旅行もまあ大勢ですごいその大騒ぎすることがなければやってくださいと。 だから一つはその密を避けることそれからその唾液がねえあんまりにもこうバンバン飛ぶという状況を避ければいいわけですからまあそういうところをきちっとポイントを抑えてでなおかつそのどういうふうに動いたかということが終える。 っていうインフラを一日も早く作ることだと思いますよねべ、はい、てが今、中途半端な状態でとどまっちゃった中途半端な状態で、例えばいろんな業界団体からいろんなこと言われるとね、気持ちだけ焦って、ばーって発表しちゃって、やっぱりこれもやめた、あれもやめたっていうのは、これはやっぱりだめだと思いますよおはようニュースネットワーク、取り上げるニュース、こちらです。新型コロナのワクチチン確保に向け弁護士チーム発足へ 加藤厚生労働大臣は昨日、新型コロナウイルス感染を予防するワクチンの確保に向け、弁護士を入れたチームを発足させ、イギリスのアストラゼネカを含む製薬会社3、4社と交渉する考えを示しました。 まあ海外で研究されているワクチンをなんとか日本へ持ってこようという動き、うんうん、そうですね。うん、これはあの、まあ、この弁護士チームっていうとちょっとごあの多分誤解があるかもしれませんけど弁護士さんを入れたチームってことですよね。はい、まあこれもうひとえにビジネスの話だと思うんですが確か今月の初めにですね、はい、なんか日本が EU 諸国と。 共同で購入するというあるいはそのアメリカとかオーストラリアとかですねそういうところでも共同で購入する枠組みっていうのを作ってただしその一部の国に偏らないようになんかその国の人口の20%分とかっていうふうに上限を決めて買い取るんだと言ってるんですけれどもしかし一方ではねえと確かアメリカとイギリスだと かなどこかは、うん、あの要するに米英の連合でどっかの会社と思う交渉がほぼほぼまとまりそうだっていうようなことをね言ってたりしますでしょアメリカイギリス政府がそのアメリカとかそのドイツ,ドイツフランスの会社が合同して作っているものを。はい まあ、購入するという合意書を締結したと。九千、えー、万回分。そうですね。だから、そういうふうにね、やっぱりもう抜けがけありなわけですよね。だから、これは、まあ、弁護士さんも大事だけれども、どっかの大手商社かなんかと組んでやった方がいいんじゃないのって気がします。ね、うん。つまり、役人ベースとかね。はい、ええー、そういうことだと難しいと思いますよ。うん。 な、うん、なかなかそんなななに綺麗世界じゃいいと思いますそれと、やはりもう1つ気になるのは、はい、これ国内での開発っていうのはどうなってんでしょう,、ねうんあのー、今日、ね、日経が1面で伝えてましたが、えーはい、塩野義製薬が新型コロナのワクチン生産体制増強と従来計画の3倍の年間3000万人以上分に生産量を増やすというようなことも分かっております。うんはい さあ、ここでですね、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバーで、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話がつながっています。岡部先生、おはようございます。あおはようございます、岡部です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、あの、感染がこれ拡大しているというふうにも見えてくる局面で、まあ、あの、人によっては第二波だなんていう人もいますけど、先生、ご自身どうご覧になってますか 2> まあ、あの第2波っていうのは、なかなか、あの、えー、後になってみて分かるので、えーそ、この間の流行の続きなのか、うんえー、新しく来てるものなのか、今いろんな言い方があるわけですけれども、えーまあ、私はその第2波,波だろうが、第3波だろうが、 えー、とにかく感染の拡大があんまりひどくならないようにと。それが一番大切だと思うんですねうん。そのために何ができるかというところ、やっぱりこれは基本を中心もともとが、はいあ、すみません、もともとがその感染症、その新型コロナがゼロだと、はい、いうことは目標にしていないし、はい、できていないんですね。そいうするとある一定数の患者さんはどうしても出てきてしまうんだけれども、えー、えとその方からなるべくその重症になるような方は、 減らさなくちゃいけないし、はいえー、それから抑えられるものならばできるだけ少なくした方がいいわけですよね。そうん、まあ、いうことは、まあ、あの病院やなんかがしっかりしているつまり医療体制がしっかりしていると同時に、はいまあ、多くの方がその全くフリーではないけれども<え>その不便ではない程度の えー、一定の注意とか我慢をして、それでみんなで、えー、少しずつ抑えましょうというのが基本的な考えだと思うんですねその部分でいうとそのあの、緊急事態宣言出すまでに至ってないというふうに政府も繰り返しておりますが、医療の体制としては今のところはあのきちんとした体制が取られているというふうに理解してますか。 この病気の状況についてどうやってするか、それからまあ重症の患者さんはどこに行くかとかです、ね、はい、それからまあ軽症の患者さんも今のところはまあ入院をしたり、ただ入院だけじゃなくて、ホテルを利用するとかですね、はい、いろいろなことが出てきたのと、それからまあ普通の方々も、 えー、なんだなんだっていうような、あの当時の頃に比べれば、うんあまあ、例えば3密を避けるとかですね、はい、いろいろなあのやり方が変わってきているので、前と同じ状況で、その非常事態宣言と、うん、いったようなことは考えなくていいんじゃないかと思うんですね、うんまあ、そのこう、まあ、現状の理解がベースにあった上で、今回、GoTo キャンペーンというのが、えー、非常に取り沙汰されていて、なんだか。 マスコミの報道を見るとその、これによって全国に感染が拡大してしまうんだみたいなことを言う人もいます、これ、あの感染症拡大防止の観点から見て、その人の移動そのものが悪いとか、そういうことではないっていう理解でよろしいですかいやあの感染症の拡大防止ということをまず前面に出すならば、はい、人は動かないほうがいいわけですね。 しかしそれだともう社会が成り立たないっていうもう一つの考え方からまあどこの部分を我慢してどこの部分をえ動かせるかとやっていいかとだから、れあれだねこれだねこれもだメって言ってるだけじゃなくてまあこれはいいだろうとかですねこの辺まではあやってもいいんじゃないか。 た、はい、だ、さっきも申し上げましたように、それがもう自由気ままにっていうわけにはいかないので、うん、一定の注意が必要なわけですけれども、うん、そういうような考え方でできることも探していくということが必要だとは思うんですね。うーんで あの日々の数字がいろいろ出てきてなんかこういちいちあの心が動かされてしまうんですが例えば、1日の感染者数が何人だとかあるいは重症者数だとか、はい、経路が不明の方々の数とかこれはどこに注目していったらいいですか先生数が、まあ、ちょっとのプラスになったマイナスになったということでえ<い>見ているのではなくて。はい あの点々の動きで見てるんじゃなくて線で結んでですね、はい、全体的に、あのー、どういうふうに増えてるのか今の状況って確かに、あのー、少しずつ増えてはいるんですけれども<え>まあこの3月、四月のような急に増えてると今の状況ではないことと、はい、それから、まあ、東京で言うならば少しこううなんて言うんてですかね、まあ、平ったくなっているような感じなので、えー、そこは落ち着いてみた方がいい。ただ あの増えること自体はあまりよろしくないし、はい、あの人がその、まあ、動くと感染が広がるってことは同じなので、えー、そこはその自由気ままな形でバーンと動き出すと今度、えー、患者さんがいないところで増えると,、うん、ということはやっぱり心配に,になるわけですけども。ただそれは えー、その受け入れる側もですね、はい、ただめだめと言ってるんじゃなくてこれとこれとこれのところを抑えてなるべく広がらないようにそれから行く人のほ、はい、まも一番大切なのは具合が悪くても無理して行っちゃうとかですそういうようなことは避けていただければ随分違うんだと思うんですね、うん、でも、あの繰り返しですけど全く見ってというわけにはいかないし、はいえー、見えない部分のところもあるのでそこはまあ注意をしながらということになると思うんですね。うん スタジオにははャーナリスト有本香里さんもいいいらっしゃまますすおはようござちょっと伺いたいんですけど、この前のニュースでもあったんですけれども、この今、世界中でワクチンの確保ということ、話題になっているんですが、はい、これあの、政府はあの、まあ、来年の初めぐらいだろうなんていうことを言ってるんですけれども、先生、その現場での感覚も含めて、大体いつ頃だというふうにお考えでしょうか私もあのワクチンってずいぶん携わってきてるんですけれども。えーえー あの作ること自体は、まあ、そんなに時間がかからないといってもその何ヶ月でできるものではないんですけれども、はいえー、それが本当にその多くの人に使って大丈夫なものなのか、うんえー、あるいはその効果がそんなにないけれども例えば30%ぐらいでも、はい、効果が30%ぐらいでも、はいえー やぱく使った方がいいのかそういったようなことを判断するには少し時間はいると思うんですね、うん、ですからあの皆さん、あるいは一般の方々がじゃあ、おしまいシ,シンってンと言ってはいるけれども <laughs>、はい、あの僕らはもうちょっと慎重にその評価っていうことをしていかないといけないと思うんですね。うん まあそこに期待はあるけれども、やっぱり日々の手洗いだとか、3密を避けるだとかっていう基本の励行と、医療体制の整備と、その2本柱っていう形になるんです、ねはい、もちろんそうですね、ですから、うんあの、もちろんワクチンとか薬とかがあったほうがいいんだけれども、えー、それができるまで何もできないんじゃなくて、それまでにはできることはこれとこれがありますと。注意することははですよっていうのは あやってていいただワクチンが来るからいいんだっていうようなことにはならない方がいいし、うんえー、それからそのワクチンが仮にあったとしても、そのワクチンだけで全部防げるわけではないので、例えばインフルエンザの流行の時に、インフルエンザのワクチンを接種すれば、はい、それでいいんじゃなくて、やっぱり、えー、手を洗いましょうとかマスクしましょうってうのはあるわけなので、そうです、ねまあ、そ基本的な注意は、うん、あのいずれにせよ必要だと思うんですね。なるほど 分かりました岡部先生、朝からどうもありがとうございいままししたたどううもありがとうございました、えー、川崎市健康安全研究所所長、新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバー、岡部信彦さんとお話を伺いました。 まあね、全部が全部できるわけじゃないけれども、ね、全くできないわけでもないっていうね。このギリギリのところ、うん、で、しかもそれも緩めたり、こう、はい、また加速させたりを繰り返すことになるんですかね。えー、ただ私たちもね、この対策日常的な対策には慣れてきましたからね。この時間ジャーナリストの有本香理さんとお送りしてまいりました。日本放送動画の方はこの後も有本さんにお付き合いいただきます。以上おはようニュースネットワークでした。 続いて、教えてニュースキーワードです。箱根登山鉄道、あさってから全線で営業再開。あさって7月23日木曜日から箱根登山鉄道は全線で運転を再開いたします、えー。去年10月の令和元年東日本台風、台風19号の被害でこれまで長期間、えー、実に9ヶ月間にわたって運休してきたんですが、復旧作業が進んで、えー、7月23日の始発から運行再開となります。 あの6時台のコーナーでも少しお話しました、まあ、そこでは今の様子であるとか、はい、あとはまあ、ねえー、観光再開に向けたさまざまな地元の準備をご紹介したんですが、昨日ですね実はあの取材で終天電車に、ね、<を>そのようですね乗さ,させてもらって、<ー>いやでも、あの去年の,その10月の大雨というのは本当、完全に想定を超えていたと、陸橋が、ね、流出してしまったという、えー、その現場も当然通りかかるわけなんですけれども。 もともと川でも何でもないところだったんですってでそこがまあ川になっちゃったんですねそうそうそうまあ昔はひょっとしたら水が流れた枯れ川みたいなもんだったかもしれないんですけどそこに土砂と水が大量に流れて一気に押し流したと逆にですね立橋がある意味のちょっとせき止めになったんでその下にあった国道は影響を受けなかったとかですねそういうこともあったそうなんですよ夜に起ここったのでれ ねえー、昼間の営業時間帯ではなかったんで人的被害だとかっていうのは全くなかったんですが、うん、ただ、あのーまあ、これしかも。 箱根登山テストって、ま、ある意味山にへばりつくようにして、で、そこにこうね、え、ちょっと。それがいいとこだったんですかね。そうそうそう、それがいいとこだったんですね。無理やり山肌にだんだん作って、そこに列車通すみたいなね。で、こう、街箱みたいなとことこ行くっていう。でも、その分だけですね、もしそれが流されちゃった時に、もう一回構造物を作ろうとすると、もう、あの、人里、人里離れた山の中にですね、重機をどうやって運ぶんだとか。なるほどね。 そういうとこ違うから逆に逆に手作りができないみたいなのがあるわけですね。なるほどね。1919年にこれ開業したんですけど、あの当時はまさに手作りでトンネルも手彫りだったらしいんですよ。それは本当にありがたいものだと思って乗らなきゃいけなかったんです。いや本当ですね。僕らもそれに本当何度も乗ったけど改めて気づかされたんですけれどもね。だからあの一旦レールを剥がしてあのあまあ生き残ったところもですね。でそこアスファルトで固めてそこにあの重機 入れてですね、ええ、道作ってだんだん直していったみたいな、うん、なるほどね、ええ で、そこにも、今度は、あの、じゃ、土地の所有者は誰なんだとかですね。川ということになると、じゃ、これ県なのかとか、はい、あるいは町なのかとか。うんうん、で、その辺を、じゃ、全体を、こう、統合する、じゃ、国はどうやって関わるんだとか。うん、そういう、こう、調整に時間がかかったんで、結局、年明けぐらいまでは、調整に終始してたそうです。うん、ああ、じゃ、工事がどうしたの、そ,<う>その後なんですね。うん、やっぱ、どう入れるとか、うそういう作戦を練るってところがね。<ー>えー、で、ようやく工事が、ああ、さい、ね、な、えー。うん ではい、ようやくというところなんですが、まあ、この新型コロナと復旧の二重の被害について箱根登山鉄道の総務部課長代理菅原さんにおお話を伺っておりますもうこればっかりはあの、うん、いかんともしがたいというか先が見えてきたところでコロナですのでなんかこう春休みぐらいから、ね、ガクンと人が減りましたから。うーんもう <laughs> なんいいたいんでですすかねね、はい、そうよまずは県内だとか、あるいは近隣、東京とか、はい、埼玉、千葉も含めて、はい、そこからお客さん、たくさん来てくれそうですね、はい、7月23日の始発から通常通りの運転を再開いたします、であの本当に動きが、ね、なかなか取れないんですけれども、皆さん、温泉が箱根は豊富ですので、ぜひですねあの、ゆっくり近場の温泉で疲れを癒していただければなと思います皆さんのお、ね、おお越ししを待ちしております。はい まあそれからまあ紫陽花じさいのシーズンはちょっとね終わっちゃったんですけどす、ねうん、今度秋の紅葉がとっても綺麗だとそこら辺にこうねうコロナが、まあ、ある意味落ち着くなり、うん、あるいは社会の空気としてどう付き合っていってこういう形の旅行だったらありなんだっていうのが、うん、だんだん浸透していくとね いいですけどね。えー、うん、その辺を期待してらっしゃいました。うん、まああの簡単なセレモニーは三二十三日行うということなんですが、えー、大々的にはなかなかできづらいですね、うん、と。だからそういう空気もね含めてね、うう少しずつね,うねこうちょっと晴れ渡っていくといいですけどね。えー、まさにそれが安くしなくていいところまでっていうアリさんのセリですよね。えー、よ旅行とかねレジャーってやっぱりどうしても気分がものすごく作用しますからね。 えー、箱根登山鉄道はあさってから全線で運営業再開影響のキーワードでしたさあ先ほどですねちょっと時間の関係で、はいえー、飛ばしてしまったニュースが一つありまして <laughs>、えー、石場茂さんが今年秋の解散総選挙否定的な見方を示すということで、うん、ここのところ石場さん結構発言が相次いでいるというところですなんかあれじゃないですか来年の総裁選のねはい えーまあ、ポスト安倍最右翼ということでなん,うん、うん、でしょうけどもいくらなんでもちょっと早すぎるよね<ー>前回の総裁選の時もね9月の総裁選なのに1月からもうわいわい騒いでましたけれどもいやもう早すぎますってそれでね、うん、やっぱりあの石破さんも、まあ、石破さんほとんどその今発言される内容は大体アンチ安倍なんだけれども。はい もううう今こういいう状況じゃないですかつまり二重三重に日本国難の時ですよ、うん、あのコロナもあるしねそれからその尖閣はあとからねニュースに出ますけれども、えーうん、もう日本の国どうなるかわからないっていう時なんでもっとなんか私は別の意味でとんがったことを言ってほしいな、うん、つまり自分だったら自分首相になったらこういうことするよと、うん、いうことを言わないでねやってることに句つけるっていうだけだったら まあはっきり言われわれでもできるみたいな話になっちゃうからねうそうじゃなくてやっぱり長年の経験を持ってそれからもっと大きな大局観とか歴史観を持ってね、はい、え今のこの国難には自分だったらこれぐらいのことするというようなことを言うとうむしろそっちに信頼が集まるってことありますよ、はい、で解散・総選挙そのものについては私はやるべきだと思う私はあのー、今回のねコロナの対応については結構政権に対して批判的ですけれども、はい それの評価とですね、それからやっぱりいろいろ問題点明らかになりましたよね。日本だけどうしてこんなに緩い対策しかできないのと、はいうん、これはやっぱり基本的にあ、根本的には憲法の問題もあるから、うん、まあその辺をはっきり掲げてね、選挙やるべきだと思います。うんはい、続いて、ここだけニューススクープアップです。こののの時間最後のニューーススをスクププアップ中国の海洋調査船が沖の鳥島周辺で10日連続活動 菅官房長官は昨日の記者会見で中国の海洋調査船が今月9日から18日の間日本最南端の,南端の沖ノ鳥島周辺の EEZ 排他的経済水域内で無断で活動を行ったと指摘しました菅官房長官は沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島だと考えておりその周辺海域に EEZ などを設定していると述べその上で 中国には我が国の立場を説明していると強調しました。中国側は岩だと言っているという。まあ、これずっと昔から岩だって言い続けてるんですよ。はい。 岩だって言ってる中国に対して説明したところでしょうがないって話なんですね、もはやね。で、確か石原慎太郎さんが都知事だった時に、いやもうこれ、島なんだと、どんどん、要するに波に現れてね、小さくなっていっちゃったりするじゃないですか、これ、護岸工事をもし国がやらないんだったら東京都がやるぞって、これ、東京都の島なんですよ、しかもね、小笠原諸島ですからね。 でやるぞって言って確か小泉総理だったかな、ええ、に掛け合いに行ったりなんかしてで結果的にこれ国土交通省が護岸工事をやったんですよね、はい、まあそんなこともありましたけれども、まあ、これは我が国としては断然、うん、もう絶対にこれ島であってね、ええ、要するにそなんでかっていうとこれがもし島じゃないというようなことになれば。はい 膨大な EZ を失ってしまうんですよ、えー、排他的経済水域ですね。うん、で、中国は、まあ、ずっと長年そうして「岩だ岩だ」って言い続けてますから、はい、結局この海域で中国がねつまり日本の領海ではなくて e z であってもそこでいろんな調査活動なんかをやるっていうことは本来許されてないんですよ。うん、要するに領海じゃなくて e z であっても我が国が管理管轄する海だから、はい、排他的っていうのはそういう意味なんですね。えー、つまりその他の国のの国船が勝手に、まあ、そこを通るのはいいけれど、うん うん、無害通行はいいけれど、ええ、勝手に調査活動とか漁業活動をやってはいけないということなんですよね。うんはい、でもこれをやり続けていて、ええ、日本側はさしたる対応をしないわけですよ。うん、出ていけっていうことをやらないから、はい、ずっとやってるとこれはほとんど既成事実化しますよ。ええ、そうですよねねね、うん、だからこれ,、ね、これ本当に、ねうん あのなんか普通にニュースで伝えて何日目とか言ってるけれども、えー、これ、とんででもない話です、えーえー、これ南シナ海で中国がやり始めたことと同じですよね。同じですねまあ、南シナ海の場合はそ,のそれこそ岩を、ね、<ン>勝手に島にしちゃったとっいうことですけれども、うん、結局、日本の島を岩化しようとしてるわけです。えーえーえー そうういことですだからこれは非常に問題なんですねさっき申し上げたように例えば石破さんあたりがですねこういうことについてもっと踏み込んだ発言をされればね逆に言うとぐっと人気上がるし頼もしさが増すんだけれどもそうういことはおっしゃらないわけですねこれだから海保が対応するんだけど沖ノ鳥島と尖閣があり竹島や大和棚があり北方領土がありと手が足らないじゃないかと。だからまた方面っていうことになっちゃうんですよね。 で中国はね、要するにそのこれ、えー、特に特にこの沖ノ鳥島っていうのは位置的にどういうふうに重要かっていうと、はい、これ結局グアムへ連なるラインの上にこの沖ノ鳥島があるし、うん、中国の論で言うと第二列島線,、ね、第二列島線というやつですよ。はい、ちょっとまあねそのあの地図はどっかで見ていただきたいんですけどもね。えー、で小笠原も同じことなんですよ。えーえー、すよね。でこのね小笠原とかこう、うん、まあこの小笠原諸島という意味では沖ノ鳥島も含めたこの地域も。 何年かおきに狙ってきてるんですよねあの記憶に新しいのはサンゴを根、ね、こ、うん、そぎ取ってたっていうねから6年前ね、うん、あの時も要するに日本政府は基本的には万にもできなかった そうでした。二か、うん、月ほど何もできませんでした。うん、で、その時に、東京都は舛添知事だったんですけど。はい、まあ、舛添さんもあんまりそれに積極的じゃなかったし。それから、その、特に、えー、あの時に、まあ、小笠原の村長がですね。はい、ええー、二十六時間か、八時間か、船に乗られて。こちらの、その、東京のね、都心まで。うんうん、はい。新日本来さ、うん。でも、その時もね、あんまり国会議員も。 まあちゃんと聞いてなかったんですよねだから政府としてはほとんどやることもやらずに、はい、多い時は200席いたと で私はちょっとその時にあの村長にねあの取材することができましたけれども非常に生々しい話を聞いたのは、うん、要するにね1 0キロ1 2キロあ1 2キロか領海がね、はい、でその1 0キロぐらいのところに船がいるって聞いてたから、うん、まあ結構近いですよねって言ったらいやいや実はその半分ぐらいのところにいるんですと<ー>もう沖合5キロぐらいのところにずらーっと船が並んで夜になるとこうこうと電気つけてるんですともう目視で全部わかる、ええ、全部わかるるんですよ、うん、で小笠原ははをを守るために夜つけて 漁しちゃいいけななことになってる<ー>そうやってずっと守ってきた海の環境なのにもう高う,うと光をつけて夜やってるんですってそれがもうぶわーっとその数キロ先に島の数キロ先に並んでるこの不気味さってあるわけですよ、うん、でその多い時200キロでもし船に10人乗ってたら、うん、2,000人でしょ、はい、<人>そうすると小笠原村全体の人口と同じぐらいの人間が。うん ひょっとしたら一気に上陸してくるんだろうかっていうことで怖くてね。で昼間もいるじゃないですか。はい、だからお母さんたちがその子供を学校にやるのが怖いと言って、みんな親がついて登校させてたんですって。だからそういう意味でも本当にその身の危険すら感じるような状況だから何とかしてくれっていうことだったんだけど、まあ。 全然あんまり動かなかなっただから私一つはですねもちろん環境の問題に配慮はしなきゃいけないけど、はい、やっぱり小笠原に飛行機を飛ばせるようにするべきじゃないかなというふうには思いましたね。うんそういうい時にやっぱ村長船で はい、23時間かけて東京に来なきゃいけない、えー、そ,それからまあこっちからもねいろんな形でその物が運べたり人が運べたりするような環境を作るということそれこそ休館の輸送にだって、ね、そうですそれとね、うん、やはりその、まあ、向こうの船仮に捕まえるとするじゃないですか、はい、東京港まで1 0 0 0 k 連れてこなきゃいけないんですよあそうかこれが大変だってことがあるんで、うん、小笠原自体でいろんなことが法的手続きが取れるというようなことを考えた方がいいんじゃないかっていうことはその当時もいろいろ議論をしてましたけど まあ、全然それは、あの、現実にならないですね。すぐにな、喉元すぎると忘れる。そうなんですよね。うん、ですから、これもね、まあ、五六年おきに今来てますけど、小笠原近辺に。もっと間を詰めてきますよ、おそらく。はい、だから、本当にね、この海の守りをどうするのかということを。はい、やっぱり国民もね、もうちょっと、その、<っ>なんていうかな、深刻な問題として捉えなければいけないと思いますね。うんうん そ BBC の番組、イギリスのね、中国大使、イギリス、ロンドンにいる中国大使がゲストで来てというアンドリュー・マーショーというところに出演して、新疆ウイグル自治区でウイグル人の方々が目隠しされて、列車に乗せられている様子と見えるドローン映像を見せられて、何の映像かわかんないというふうに言ったと、これ、世界中でこの映像というのが出回ってます。すいもううあれでよねなんかこ あってますよね、えー、であの私ももちろんこれ最初から見てるんですけれども、はい、私はちょっとびっくりしたのはねこの要するに中国の、うんまあ、ウイグル人弾圧ね、うんまあ、私も長いこと取材はしてきてるけれどもど、はい、どんんん悪くなってるんですよ、うん、それでこれが要するにその中国大使の今回の言い分聞いてると。 まあ日本国内においてもこのウイグル人の弾圧っていうことについてね私たちに対してもそのまあ取材をしてるだけの私たちに対してもそんなことあるわけないじゃないかって言ってきた人は結構いるんですよそういう人たちが言ってた言い訳とほとんど同じねああ新居行ったことありますか、うん、ないでしょう、うん、ここは一番美しいって言われてるんですよウイグル語できるのとかねえー、えー、えー、ええー、え私は行ったことはあるんですけれども、うん、ただねそういうねつまりそのこの逃げ方までもひょっとするとテンプレートっていうかマニュアル化されてるのかしらって っていう感じがしましまたけれどもねあのいずれにしてもですよこれやっぱ国際社会はもうこの問題を、はい、まあ特にイギリスアメリカは許しておかないって状況に来てますよねですからこれやはりね日本の政府と日本の国会にもうちょっとこの問題をちゃんとやってほしい、はい、で特にやっぱり安倍総理はこの問題を最も長く、えー、古くからね、えー、最もお深刻に捉えていろんなことをされてきた あ,あ政治家ですねおそらく永田町で一番でしょうこの問題との関わりで言うと、うん、ですから安倍政権の間にこの問題に日本がもうちょっと踏み込めないと、はい、期待できないから、うん、とにかくお願いしたいというふうに思いますけどね、うん、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています 生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください